皆さんこんにちは。カインデストクラブメインパーソナリティの小野崎です。最初はトロトロした液体状でだんだん固形に近づいていく離乳食です。今回はそんな離乳食の硬さについて早見表でご紹介いたします。赤ちゃんの発達には個人差があるので、ベーッと吐き出さず口に入れてるのかな、ちゃんと飲み込めているかなと様子を観察しながら進めてみてくださいね。離乳食初期の硬さ表です。離乳食初期の赤ちゃんはまだ固形の食べ物に慣れてなくて、液体より少しとろみのあるトロトロとした離乳食を唇を閉じてごっくんします。硬さの目安としてはトロトロからベタベタです。主な調理方法としては裏ごししたりすりつぶしたりして滑らかにする方法を多く使います。似た形状の食品としてヨーグルトのような指につけるとドロッとして指に残るくらいの形状が挙げられます。離乳食中期の硬さ表です。離乳食中期になると赤ちゃんは舌を上下に動かして食べ物を上顎で潰してもぐもぐできるようになります。硬さと目安としてはザラザラからつぶつぶです。調理方法は舌で潰せる硬さに柔らかく茹でたり、茹でたものをすりつぶしたりします。似た形状の食品としては絹ごし豆腐のような指で潰せるぐらいの硬さです。離乳食後期の硬さ表です。離乳食後期の赤ちゃんは舌で潰せない大きさや硬さのものは左右に寄せて歯茎で噛み噛みできるようになります。硬さの目安としてはコロコロ。調理方法はみじん切りにしたり粗めにほぐしたりします。似た形状の食品としてはバナナのような押せば指で潰せるぐらいの形状が挙げられます。離乳食完了期の硬さ表です。離乳食完了期になると柔らかく煮たものであれば前歯で噛み切れるようになります。歯茎で噛めるくらいの硬さが目安で、いちょう切りや半月切りなどの固形のものになります。調理方法としては柔らかく茹でたものを小さめに切ったり、一口で食べれるくらいの大きさにほぐすなどして大人と同じような調理方法に近づいていきます。似た形状の食品としては肉団子のような指で押してもちょっと弾力があり潰せるぐらいのイメージです。カインデストの商品紹介です。カインデストの商品を使って離乳食期に合わせた硬さを見比べてみましょう。離乳食初期におすすめのしらすと白いんげんの和え物、離乳食中期におすすめのツナのミネストローネ、離乳食後期におすすめの鶏とトマトのリゾット風粥、離乳食完了期におすすめのハンバーグと野菜のトマト煮込みです。こうして見比べてみると大人の食事とは全く違う形状ですが、それでもだんだんと硬さや粒の大きさが変わっていってるのがわかります。ここまで動画をご覧いただきありがとうございます。今回は離乳食に合わせた食材の硬さ表をご紹介しましたが、赤ちゃんの発達は人それぞれです。ご紹介した硬さはあくまでも目安なので、離乳食中期だけどまだ食べることに慣れていないと思ったらトロトロにしてみるなど、赤ちゃんの様子を見ながら進めていきましょう。特に硬さが変わるときは今までと違う食感になるので戸惑う赤ちゃんもたくさんいると思います。大人も同じですが、今まで食べていたものと全然違う硬さの食べ物がいきなり食卓に並んでいたらびっくりしますよね。いきなり形状を変えるのは赤ちゃんでもびっくりしますので、だんだん移行していったり慣れていなそうな時は一回形状を戻したりして、赤ちゃんが徐々に食感に慣れるように進めていきましょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。動画がいいなと思っていただきましたらチャンネル登録・高評価をお願いします。また備考欄にカインデストの LINE アットの URL も記載してありますので、そちらも合わせてご登録ください。カインデストクラブのメインパーソナリティ小野がお送りいたしました。また次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。離乳食を始めるときに読む本を無料でプレゼント中。画面上の QR コードか概要欄からぜひダウンロードしてね。